留萌線について JR は赤字を理由に全線を廃止してバス転換を求める意向を示しています。昨日沼田町で開かれた会議には留萌線沿線の4つの市と町のほか JR 北海道の副社長も出席しました。この中で JR 側は仮に深川石狩沼田間を存続する場合運行で発生するおよそ3億円の赤字や設備投資費を沿線自治体が負担することなどの条件を示しました。今後沿線自治体がそれぞれ検討した上で改めて会議の場が持たれる予定です。負担というのはやはり厳しいという状況ですからやっぱりなかなかその結論に至らない情報提供をいただきながらそれぞれ判断をしていくということになろうかというふうに思います。